グラハム・ボネットは、イギリス生まれで、アメリカ合衆国、ロサンゼルス在住のロックシンガー。レインボーやアルカトラスのボーカリストとして有名。聖域は4オクターブあると言われている。イギリスのリンカーンシャー州、スケグネス出身。10代前半は、イギリスの地元で、ジャズバンドのギタリストをしていたが、10代後半は、ローカルバンド、ブルーセクトや、 グラハム・ボンネットセットを率いて活動していた。1967年、20歳の時に、いとこのトレバー・ゴードンと、新たなバンド、ボナー・ローを結成。トレバー・ゴードンがビージーズのバリー・ギブの友人であった、ことから、バリー・ギブやビージーズのマネージャーロバート・スティックウッドが、ボナー・ローのライブを見に来てグラハムとトレバーを機に、入り、トントン表紙に二人のレコーディングが決まった。 グラハムとトレバーのデューはバリー・ギブによってザ・マーブルズと命名され1968年10月にデビューバリー・ギブが提供したオンリー・ワン・ニーマンが UK チャートベスト5入りする大ヒットとなったがアルバム発表前に解散する解散後の1969年アレスト・レコードからフルアルバムザ・マーブルズが発売されているその後一時期サザン・コンフォートに ベーシストとして加入するが、ソロに転向。70年代の前半には、RCA レーベルから、ロイウッドの、ウィスパー・イン・ザ・ナイトとニール・セダカの、トライング・ツー・セイ・グッバイを、そして、ディック・ジェームズのレコードレーベルからボネット自身の、バックロー・イン・ザ・ストールズという3枚のシングルを発表している。1974年、ディック・ジェームズがプロデュースした、イギリスのコメディ映画、 スリーフォーオール内で架空のアイドルロックバンドビリー・ベートーベンのリードボーカル兼ギタリスト役で出演した。劇中では自ら作詞、作曲した Don't Drink the Water, Dreams, Here comes the Rain, We Are Free の4曲を演奏し、1975年にリリースされたこの映画のサウンドトラックにも収録され、Dreams はシングルカットされた。なお、 グルーピー役の主演女優、エイドリエン・ポスタとは後に結婚したが、間もなく離婚している。1976年には、スパイク・ミリガンの指揮によるポール・ギャリコのザ・スノー・グースという LP に一曲だけハミングで参加している。翌1977年、リンゴスターのレーベル、リング・オーレ・コーズと契約し、初のソロアルバム、グラハム・ボンネットを出す。ボブ・ディランの、イッツ・オール。 オーバーナウ、ベイビーブルーをカバーしたシングルはオーストラリアで大ヒットとなり、アルバムもオーストラリアなど数カ国でゴールドディスクを獲得。翌年、2作目のソロアルバム、ノーバットハビッツとディスコ調のシングル、ワームライドも大ヒットした。このノーバットハビッツはレインボー脱退後に日本で再発されているが、これにはワームライドの代わりに3作目のソロアルバムの ラインアップのアウトテイクであるバッド・デズ・ア・ゴーンが収録されている。この2枚のソロアルバムにより広い音域と圧倒的なパワーを持つ声で知られるようになる。しかしハードロックに特化したシンガーではなくロックやポップス、R&B や AOR などを幅広くこなせる歌手だった。1979年マーブルスのオンリー・ワン・ウーマンを聴いたリッチー・ブラックモアの提案で レインボーの新しいボーカリストとしてグループに加入。アルバムダウン・トゥ・アースで評価を得る。シンス・ユー・ビーン・ゴー・オンは1979年にシングルカットされ、バンドにとって初の UK トップ10入り、アメリカでもビルボード100の最高位57位を記録させた。また、オールナイト・ロングも1980年にシングルカットされて、UK では最大のヒットを記録する。 ファッション的には、長髪、革ジャンといったヘビーメタルの清掃スタイルを拒み、単発オールバックに白いスーツでステージに出ることをポリシーとした。ちなみに、シンスユービーン、ゴーンのミュージックビデオではアロハシャツを着用している。バンドはダウン・トゥ・アースのツアーを終えコペンハーゲンのスタジオで次のアルバムの制作に入ったが、グラハムは メンバーの中で最も仲の良かったコージー・パウエルが、脱退したり、新しい曲作りもなかなか進まなかったことから意欲を失い、新しいアルバムに収録する、アイサレンダーのバックコーラス部分のみ録音した後、ロサンゼルスの自宅に戻った。新作のプロデューサーも務めていたロジャー・グローバーは、ジョーリン・ターナーを新たに、ボーカリストとして選任し、ツイン・ボーカルで歌を分けることを提案したため、 ボネットは納得いかず自らレインボーを脱退した。1981年、ソロとしてバーティゴレコードと契約して3作目、孤独のナイトゲームスをリリース。シングルカットされたナイトゲームズが最高6位の UK トップ10ヒットとなった。この頃、ディーバイスのコマーシャルソングとして、ヤングムーディが作曲したテーゼアイズという曲を歌っているが、リリースはされていない。また、 二人目の妻となる、上映めと結婚する。1982年に、MSG の三枚目のスタジオアルバムとなる、目視録のボーカリストとして、録音に参加する。しかし、アルコール摂取が原因で、ボネットは一回のウォームアップギグに立っただけで、ツアーに参加することもなく、あっさりとバンドを去り、その後、アメリカ・ロサンゼルスに拠点を移し、アルカトラスの結成に着手することになる。 なお、アルカトラス結成前に、グラハムは、ロイヤルフィルハーモニックオーケストラによるポリスの、カバーアルバム、アレステッドに、ドン・エイリー、ニール・マーレー、ゲイリー・ムーアというメンバーで、トゥルース・ヒッツ・エブリバディを収録している。1983年、レインボーのスタイルを踏襲したバンドを結成すべく、アメリカ西海岸で、ニューイングランドのゲイリー・シェア、ジミー・ウォルドを、 当時はまだ無名だったスウェーデン出身のギタリスト、イングベイ・マルムスティーンをオーディションによって獲得、アリス・クーパーバンドのヤン・ウベナを加えて、アルカトラスの活動を始める。同年、アルバム、ノーパロール、フロム・ロックンロールを発表、ビルボードのチャートを7週間記録、最高128位を記録した。日本のマーケットで成功を収める。ミュージックビデオ、ステージでは常時、 アロハシャツや白いスーツで登場するなど個性を発揮した。マルムスティーンのソロ活動により、新たにフランクザッパバンドのスティーブ・バイを加えて日本でのライブを行い、1985年には2作目のスタジオアルバムディスタービング・ザ・ピースを発表、ビルボードのチャートを15週間記録して最高位145位を記録した。80年代で、 最も演奏テクニックを持つギタリストと言われるようになるギタリスト、スティーブ・バイオヨに送り出すが、彼もデイビッド・リー・ロスに引き抜かれる。1984年、初来日、1月28日、中野サンプラザでライブ。2月4日、西条秀樹がメイン司会を務めていた、モーニングサラダのエンディングに、グラハーム登場。 1987年には、エルトン・ジョン・バンドや、ミート・ローフ、アリス・クーパー等の作品を制作していた、ベテランセッションマン、ダニー・ジョンソンと共に、最後のスタジオアルバムとなる、デンジャラス・ゲームスを制作発表する。アルバムには、ザ・マーブルス時代のオンリー・ワン・ウーマンの再録音を行うなど、バンド作品としての完成度を高めたが、人気ギタリストの不在が、 バンドの活動期間を縮めた。1988年、ギタリストのクリス・インペリテリのバンド・インペリテリに参加する。アルバム、スタンド・イン・ライン発表した同年7月、東京ドームのコケラ落としとなるイベント第1回、キリン・ドライ・ギグス88に、ビリー・ジョエル、ボズ・スキャックス、アート・ガー・ファンクル、フーターズと共に出演する。ボネットは、 ヘッドライナーのビリー・ジョエルのアンコールのステージでビートルズのアイソハース・スタンディング・ゼアにも参加して歌った。その後、ボネットはオーストラリアを生活の基盤としてオーストラリアのロックバンドザ・パーティー・ボーイズに参加するほかオーストラリア国内でもソロ名義で数回コンサートを行った。また、イアン・ギランバンドのレイ・フェンウィックのプロジェクトホースフィールドの2枚のアルバムに参加。 1991年には4作目のソロアルバムヒアカムズ・ザ・ナイトもレイフェンウィックの協力のもとリリースした。また、その後、ロサンゼルスに戻り、1993年には、元、キッスのギタリストボブ・キューリックが結成したバンドブラック・ソーンに加入し、アルバムアフター・ライフを発表するなどコンスタントにアルバムを制作し、1997年には、 韓国のサムスンレーベルから5作目のアンダーグラウンド、1998年には日本のビクターから6作目のザ・デー・アイ・ウェント・マットをリリースしている。2000年には日本のヘビメタルバンドアンセムのセルフカバーアルバムヘビメタアンセムに参加、同年の国内ツアーにも参加し、レインボーナンバーも含めて熱唱を響かせた。2001年、キーボードに現。 ディープパープルのドニエイリー、ベース、クリスチャイルズ、ドラムハリ・チェームズという夫人でイギリスツアーを行う。2002年にシステム X を制作するというワンポイント契約でインペリテリに一時的に復帰した。2004年、エレクトリックズ・エレクトリックズというバンドに参加、ヨーロッパ各地でライブ活動を行う。2005年、イギリス人のギタリスト、タズケーラーのバンド、 タズ・テイラーバンドのボーカリストに迎えられる。アルバム、ウェルカム・トゥ・アメリカをリリース。2006年、イタリア人ギタリスト、マッテオ・フィリッピーニのプロジェクト、ムーン・ストーンプロジェクトに参加。アルバム、タイム・ツー・テイク、A ・スタンドをリリース。また、24年ぶりに、マイケル・シェンカーと合流し MSG の25周年、記念アルバムに参加。 ロックンロールでドラマチックな歌唱でファンを感動させた。2007年、ハウィー・サイモン、ティム・ルーチェ、グレン・ソブルという全く新しいメンバーで、新生、アルカトラスを結成し、来日公演を、ジョーリン・カーナーとのダブルヘッドライナーツアーとして実現させた。60歳を超えたが、パワフルな歌い方と声量は健在である。2008年は、タズ・テーラーバンド名義で、ヨーロッパで、 クラブツアー終了後、ノルウェーのグループトゥモローズ・アウトルックプロジェクトに参加。リジー・ボードンのカバー、レッド・ラムをレコーディングしたり、J21 というギタリストのデビューアルバムに参画する。一方、新生、アルカトラスによるニューアルバムの制作を続けている。また、フォース・フィールドやソロアルバムで共演したギタリストマリオ・パルマを中心としたサベージ・パラダイスプロジェクトにも参加している。 2020年6月1日発売のナイトゲーム2020最上秀樹の未発表秘蔵ボーカルトラックにオリジナルを歌うグラハム、ボネットがコーラスで参加。同年7月、アルカトラス名義では34年ぶりとなるスタジオアルバムボーン・イノセントをリリースした。ありがとうございます。